ちゃん。こんにちは、全国の豊さん、ファンの皆さん、こんにちは。達川光雄さんです。ね、大先輩で。はるばる来たよね、ね、広島から。いや、本当ですよ。達川さん、野球見てますか？見てるよ、野球。いやいや、失礼な言い方かもわかんないけど、まあ、いろいろ見てます？いろいろ見てる。もう、わしが一番見てるんじゃない？多分。本当ですか？わし一番見てる。いや、僕も負けてないと思いますよ。いや、お前もよう見てる、わかるよ。お前もあのマニアックなことを知っとるから。そうですか。認める。ああ、そこだけは認める。なるほど。達川さんね、今日はちょっとセ・リーグ、セ・リーグ今の戦い方だとか、気になるところ、いいところ、達川さんどう感じてますかっていう話で、まずヤクルトから。ヤクルトでなんかこう、なんとなく勝っとるよな。あれなんとなくなんですかね。なんとなく勝っとるか、こう僕ね、高津監督のね、木澤の使い方だとか、うまいなぁと思うんですよ。いや、うまい。で、やっぱうまいですか？中村が帰ってきても、はい、内山をずっと使ってみたり、はいはい、まあ、ここはちょっとまあ、こうしたけど、はい、内山をこううまく使ったり、で、まあ、普通であれば、後半になったりしたら、マクガフとか、清水ぐらい出たら、はいはい、やっぱり中村にする監督、いいじゃない。はいはい、でもしないもんね、あれ。そのままずっと言う。だからやっぱうまいですか？うまい。あれは度胸があるな、もう。そう、うん、で、木澤を大事な勝敗がまだ決まってない時に差し込んでいって、勝ち投手にして、もうしっかり戦力になってるんですよ。いや、しちゃったよ、あれは、木澤はもう。いや、だから、みんな評価してないけど、言わないけど、達川さんどう思ってるのかなと。いや、木澤はね、やっぱり今、楽天の早川と早慶戦でやっとるから、はいはい、いや、そこを見とるから、やっぱり、いいもの持っとるいうのを分かっとるわけ。はいはい、だからその今の自信をつけさせたら、やっぱりピッチャーは自信つけるのは、なんぼええピッチングしても自信つかんけん。まあまあ、そりゃそうですね。勝ち星がついて初めて、バッターどうやねん、なんぼええバッティングして、いい当たりしてもよ、全部正面ついたら、もうガクーッときて、いつの間にかドツボになるじゃない。だけど、ボテボテのあんたがあんたの得意のこう言ったら、ちょっと待って、電話鳴ってます。彼女から電話だよ。大丈夫ですか？おう、ちょっと待って。出ていいですよ。おい。おう、どうした？はい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 。ちょっと電話見せてくださいよ。なんでよ。いや、ちょっと見せてください。懐かしいなと思って。ガラケー？これいいの？これ今時珍しいっすね。いやいや、いいのよ、これがいいのよ。まあ電話だけですもんね、大体ね。いや、今のこうかかってきたらこう、お前がこうメールも打てるようになったよ、この前。いやいや、それはようやくお前のメールに返信ができるようになった。なるほど。うん、だからさ、はい、話戻します。うまい。ああ、え、何を？うまい使い方がうまい。え、高津監督ね。それでね、あれ結構気が短いからね、うん、あれマスクしてるから結構ええ采配できてるかもわからんやね。あ、そうですか。だからコロナでこうマスクしとるからさ、あれもう本当に気が短いだね、うん、相当。夏川さんも評価されてると。いや、やっぱりあいつは早い、いろいろ。わしが優勝おめでとうって言ったら、もう3秒も攻めちにパッと勝ってくる。早かった。そこ大事なところなんですよ、ね。立浪もね、メール打ったのよ。監督就任おめでとう言ったら、はい、3秒後にもう電話で、達川さんありがとうございます。頑張りますって。おう、チュッチュッ。そういうポイントは高い。いや、そういう、それは大事ということですね。やっぱり評論家としては、はいはい、やっぱりポイント高いよね。やっぱり、そうそうそう、そういう人間だからさ、そりゃそうですね。やっぱりこう、あるじゃない。はいはい、頑張れよとこういう。そうですね。まあ、みんな頑張ってほしいんだけど、ちょっとこう、あれが違って、気持ちが変わりますもんね。それしょうがないな。それはしょうがない。しょうがない。で、巨人。巨人ね、やっぱり、わし最下位にしたんだよ。本当ですか？あれ、大勢いなかったら最下位だよ、完全に。僕、4位にした。だからそうな、絶対に。そういう戦力だね。だけど、やっぱりでも、ポランコとか、ウォーカーとか、うん、比較的良かったですね。打つ方だけは。けど、守りがね。守りがもう、お前。すごいマイナスだよ、あれ。それ最下位になったのは大勢がいなかった。大勢があそこまでやると思うか。大勢もしやってなかったら、じゃあ誰を抑えやってるの？まあ、桑原とか。桑原なんじゃないな。外国人じゃないですか。デラロサ。ビエラとか。デラロサ、ビエラ。ビエラもファームにおる。まあそうですね。デラロサだろ、はい。あれは出遅れとったから、はい、おそらくこれ苦しむで思ったら、大勢あそこだけちょっと狂うた。はい、私は原にお詫びしに行ったもん。いや、まだ分かんないですよ、でも。もうじゃけど最下位はないよ。まあ最下位はね。最下位はもう詫びに行ったんですか、本当に。詫びに行ったよ、そういう。なんでそういうんだ、お前。いやいやいや、そうじゃなくて。いや、いつのタイムで行ったんですか。広島戦が5月の5日にあったじゃない。
5月2日に、はい、もう今忘れもしないよ、はい、時間はね12時17分にグラウンド入れないからバーッと降りていって、ここで金網越しに監督がちょうどバッティングゲージの後ろだったから、小林誠二がもうほんま肺が止まるようなスイングしよったから「お前大丈夫かい？」ってティーをしよったから「おい誠二！」って言ったら「誰やこのおっさん」の顔しやがったけどさ「おいあいつ大阪出身じゃないの高齢だからさ偉そうにさ「おいちょっと来い」って言って「ちょっと原監督呼んでもらえんかい？」原監督来た瞬間に「監督お久しぶりです」変わるなっちゅうの年下じゃないかいな。それで謝ったんですか？コロナでねキャンプも行けずにご挨拶もしてなかったんで、ちょっと今日うちを順位予想再開させてもらいましたから失礼で思わんでくださいから、いやいや大丈夫ですよ、それだけ？それだけ、もう向こうも面倒くさいないう感じだったからさっともさっと早めに切り上げて、一応ね1分でも挨拶やから、まあまあそりゃそうですね、30分お前なんかだったら結構名古屋走るもんの、まあ同級生ですからね、わしは嫌われてるいうことや、じゃあ、いやそんなことはないですよ、やっぱこう越しだから、バックネット越しでしょ、越しだけどお前普通ならさ、いやだけどバックネット越しだったら練習に背を向ける形じゃないですか、いやまあそうだけどわざわざ来てくれたらさ、まあ先輩ですしね、昔だったらこうこっちちょっとこう来てくれとかさ、まあ、来てくださいこっちに、長嶋監督だったらもう完全に監督室までこう、うん、違うかそうですか、永久顧問やけどな、え、そう辰川さんはどういう扱いだったんですか、はあ、いやいやそんなことない、 そんな失礼なことするわけじゃない、まあそうですよ、まあ先輩よくいらっしゃいましたね、先輩ってくれたよ、年は上だよ分かってってくれたらね、いや分かってるよ、いやいや分かってなかったから、いやいや、それで再開になって大勢が誤算だったと、誤算で言うよりも、いや誤算っていうのは辰川さんの予想の中で誤算が生まれたと、誤算言うたらちょっと言うだけど大勢がねあんなにやるとは思わなかった、なるほど、いろいろスカウトとか聞いてたら確かに球はいいけどコントロールがあそこまでいいと思うな、そうですよね、いやコントロールいいよ、でボールよく動きますもんね、度胸いいあれね、いやあれはいい、いやあれだけシュート回転してもあれだけ力があったらちょっと打てないですよ、うん、タイプは違うけどね、津田思い出したよ、ボン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 狂ってもう怖いもの知らずで、津田はまあストレートがほとんどだったけど、あいつはまあフォーク混ぜたりしょるけど、ユタが津田と対戦したこと300回ぐらいあろう、いやもうあれも強度の後輩だから、ああ後輩だろ、はい、で先発の時もあるし、そうですね、これで抑えの時もあるだろ、はい、あれ一番得意だったの何だったか知ってる、本当はフォーク当たりでしょ、すごいなお前やっぱり頭でいやもう違うな、ね、あれねフォークはね、うん、ほとんどストライクないんですよ、なそれないけどないけいいんじゃないか、いやないからまっすぐだけ待っとけばいいんです、いやだけどまっすぐだけ待っとってもフォーク、お前まだ素人やなこんな前いやいやちょっと待ってください、おあのね辰川さん、例えば広島商業の後輩だとか先輩だとか言ってったらもう気心知れてるじゃないですか、それで対戦するでしょ、ですごい相手でもなんやこいつって思わないですか、いや思うこと思うでしょ、それ思うとった、いや津田は僕の2つ後輩なんですよ、わかるよ、3年1年なんですよ、高校は違っても、で対戦してるんですよ、だからみんなが早い早いって言うけど、いやこんなお前鼻たれ小僧やないかって僕は思ってたんです、いやそれ早く聞いときゃもうちょっと厳しいとったな、そうですよ、どうもおかしいな思った津田がさインコースこう膝元膝をちょっと病院送りにせいっていうサインをこうわしら当てろって病院送りはこれわかるかピストルね撃て撃たか撃てってそれで、ね、豊かに言うとお前檻のような顔して怒れたもんの顔の辺行ったら、いやそりゃ怒るでそりゃ怒りますよブラックすぎれ以外の、いや大野さんのが来た時はびっくりしましたよ、いや大野も酔ったよ、いやアテネで一緒になったけね、いやあれだったけど大野さんの、うん、あの速い球が当たったら終わりですよ、いや今頃本当ね、耳もつけてないし、いやー今頃あそこの墓場墓がいっぱいあるとこどういうんだったかな、あそこの青山御苑か、ああ青山墓地ね、ここ通っていったらすぐそこあるよ、ね、そう高木豊かご墓って書いてね、何年没みたいな、ね、没いや本当そうですよ、いやもうすぐなるか心配するなよ、まあね、もう近いうちにあと30年今何歳かいな、僕63です、あ63やったら66でしょ、よう知っとるなあんた、いやいやそれは3つ上なの知ってますよ計算が早いね、いやいやでも、ね、本当あっという間にいなくなりますよねこの世から、いやびっくりするわ本当に、いやいやこれセ・リーグの話ですか、セ・リーグの話だけど、まあ、原監督の話ね、まあ原監督もね、まあ、わしらが戦った時にはもうむちゃくちゃしょったからな、うん、あれちょうど王さんが辞めて
4番になったよね、4番バッターに、はい、だからすごいこう、彼もね、叩かれてるの、あれ今さ、いや、叩かれてますよ、幸せそうな顔してるけどさ、結構やられてるのよ。カープのミーティング知ってる、原辰徳。いや、知らない。あの、ひっくり返るまでインコース、ほんとですか。ひっくり返ったら、右ピッチャーはスライダーと。ああ、そうですよね。福士さんなんかもうすごかったよ、徹底しとったよ。いや、だからスライダーが打てない、打てないって言われてたじゃないですか、うんうん、その前にここバンバン攻められてた、ね、いやー、あんくらい攻められたやつは私見たことないな。でも、うん、僕覚えてるのは、うん、ちょっとでも甘くなったら持っていかれますよ、ね、いやー、だからね、今の佐々木朗希と原辰徳をね、勝負させてみたかった。あの手さばきがめちゃくちゃ速かったですよね、うん、今までのね、わしの対戦した中では、とにかくまっすぐだけだったら一番強かったの原辰徳ですよね。これはもう将棋でいう大競争、ビャーッとまっすぐしかいかんぐらいいやいや、本当に、いやいや、お前認めるだろ。いや、認めます。あいつのまっすぐはね、だからあの最初に小松からライトへホームラン打ったんだけど、フレフレで、はいはい、ライトにね、あれ小松なんてわしらはね、着払いばっかりだったよ、流行って、うん、だけどあの新人のやつがボーンってライト打ったからさ、おい、これどうなっとんないぐらいめちゃくちゃまっすぐ強い、うん、いや、僕はこのインハイをレフト線にさばいたんですよ、バーンって。そうそうそう、うん、うわー、こいつのスイングって速いんだなと思って。変化こいついて、お前原監督の前で、いや、同級生です。あ、そう、ええな、わしら言えないのよ、上なのに、年上じゃない、こいつ言えないの難しいんだ、お前年上ってさ、後輩にも先輩にも監督だったら言えないのよ、あれが同級生だったら言えるのよ、これ難しいとこがあるのよ。みんなにこいつですけどねお前ちょっと失礼だね。いや、失礼ない、お前監督という名前がついて、いや、まあ当時を振り返ってのこいつですから。そりゃそうです、そりゃそうです。今の原監督に関しては、うん、ね、監督とか、そういうことです。辞めた瞬間から多い腹だけ、いや、だから僕あの立つとかは言わないですよ、グラウンドで監督って言う。そうよな、やっぱりそれはそう言わないとね、某新聞から外されるとビシッと、ね、ああ大変なことになるこれそんな編集できるの、まあ、いやいや頼むぞ、お前。いや、いい、大丈夫じゃないですか。まあまあまあ、でもね、はい、原監督は寛大だ、あれ意外と、ね、意外と寛大だ、はい、だし、ちっちゃいことにあんまりこだわらない。いや、勝負に関してはね、ものすごいうるさいらしいですよ。らしい、うん、ただ、外に関しては別にもうユニフォーム脱いだりだとかすると寛大らしいですよ。ああ、なるほどね、うん、だから中にいるもんは大変さを知ってるという。あ、いや、じゃないと監督できないでしょ。いやいやいや、だからまあ、あのオンとオフがうまくできてるという感じで、まあ、そうですね、はいはい、なかなかね。で、今の段階で巨人は何位予想なんですか、うん、最終的にいけば。最終的にはもうね、A と B がちょっと分かれたな、セ・リーグは。A と B が。じゃあ広島も入ってるっていうことですか。広島は A に入る。大丈夫ですか。なんでダメなの、理由は。どこが弱い。いや、わしが弱い。